サマーズチャンネル。ダウン。またこれ、始まりましたけど。いやー、そうでしょうね。例のあれですかね。例のあれでしょうね。じゃん。三村でも勝てそうなボドゲ。負けたら全力の一発ギャグ。やんないっす。お二人はないですか？もないですよ。だから。ないよね。追い込まれた状況で。だから、企画でやるもんじゃないけど。一発ギャグはない、ね。持ってるもんは一個もない。今考えましたしか。あー。ハードルちょっと下げたやつですね。下げたというかないからね。ないのよ。決まりが。だってやるシーンがないもんね。ないですもん。二人やったら、ショートコントとか昔やったらあるけど。あったけど。あ、でも挨拶ギャグみたいなの昔やってましたよね。罰ゲームね。ギャグではないよね。ないよね。うん。スイッ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 っていう。いや、あの、夏なのに。冬なのに、サマー。もう夏なのにって言ってる時点でね。そう。もう、あやふやだから。うん、スイッ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 。ちょっと、見たいですけどね。いやいや、それじゃあ、負けたらそれを、一人が全力でやるっていうのでしょうか。うん、何にも面白くないんだって別に。面白いじゃないもんね、うん、そうやってって始まるっていう始まり始まりの挨拶ギャグみたいな、ね、うん、アタックみたいなもんですよね、うん、じゃあ今日はいボードゲーム、はい、夏なのにって言ってる時点だね。もう何すか。うわ、もう囲碁将棋の匂いがしちゃった。お菓子だったら超美味しいよ。美味しそうだね。チョコレートとおせんべい、うん、球体済みボードゲームピロス。ピロスルール説明。交互に持ち玉を置いていく、うん、盤上に玉で、四角形ができたら持ち玉盤上でもかを上に置くことができる、うんうん、自分の持ち玉のみで四角形ができたら盤上の玉を一個二個戻すことができる。戻すってな、うん、勝利条件ピラミッドの頂点に自分の玉を置く。相手の持ち玉をなくす。これだけだとちょっと分かんないですね。まずは、うん、お互いに盤の上に置いてってます。色ね、決めてね。そうです、はいはい、色を決めてこうやって、うん、適当に、はい、で、例えばこう、うん、4つになります。四角になりましたね、うん、したら貢献だ、はい、そうです。戻すっていうのは同じ色でこう4つ作るじゃない、はい、なったら盤上の玉を自分のその側道みたいなところに戻してよしって、うん、自分の玉を1個、はい、1個に1から2個って何選べば1個か2個マックス2個、うん、じゃあもう玉の数を計算しとかねえと。で最後の頂上に乗せたやつが負けなんだ。が勝ちです。あ、乗せたやつが勝ち。最後に頂上に置けたら勝ちです。あ、で そういう数になってるってことだ。あ、これ全部足すとちょうど頂上に。経験者が強いね。だ、全くお互いやってないんで、はいはいはい、どうなるかが未知ってことね、うん、やってみます。やってみよう。やってみよう、うん、成熟準決今先行高校の重要性すら分かってないから。高校、あ、そう、うん、ちょっと分かってんの。分かってないよ。いくよ。はい、どうしたらいいんだろうな。こう別にここでの戦いない。あるんでしょ、あるんでしょ。本来は、本来はあるんでしょ。逆算してったら、うんうんうん、藤井聡太並みの。そう、もうこの1手目で決まってんでしょうね。もう四角にしていかない、あえて四角にしていかないのかな、これ。あえて、もう怖いね。なんか四角になるのが怖いね。こうなったら俺は取れんの2個。取れ、自分の球1から2個、はい、じゃあ2個取っちゃう。なんだこれ。こんなことないんじゃない、この平面のうちにまだ2個取るとか。マジで。なんか撮りたかったな俺も。もう上には置けるんだよね。もう置いても大丈夫です。
置いてみよう。これ上で4つもあるの？あります。俺今こう隠れて下で4つになるじゃん。それは2個取れんの？はい。そうそう、1個落ちちゃわない？俺のだからそこは取らない、取ってもいいの？そこから強引に、そこは取れない、取れるとこだけ。ああ、じゃあ1個だね。そこも取っていいの？関係ないところ。はい。え持ち手もなくなっちゃうじゃないの？だから俺が不利になってくるのかな、これどんどん。じゃあちょっとこれどかしてもらっとこう。あ、じゃあこれもらっとこう。本当ですか？4になったけど、うんうんうん、じゃあもらっとくの？これをもらっとこうか、うん。何回もここで4になってもらっとこうやってるけどいいんだよね。はい、ぜひ。4だからこことここじゃもらっとこうか。なくなってきちゃった。やっぱ結局考えるようになってくんだな。ちょっと、うん、うん。やっぱ今のやめていい？なんでですか？いや、こっちはいいかな。なんか、うん、大丈夫ですよ。まあ俺に4つ作らせないね。こうですかね。じゃあちょっと4つになったから。お前減ってないな全然な。何このゲーム。そういうことなのかな。いいんだよね。俺あと4つになっちゃったんだよ。勝っちゃうんじゃない？負けちゃうんじゃない？勝っちゃうんじゃない？本当にこういうルール？負けそう、なんか。こっちだってね、1個。じゃあ4個になったから1個だって。ずりくねえか？やばいぞこれ、やばい。非常にやばい、ね、ね、こんなに残ってこんな8個も残られてる。巨峰がね、巨峰がなんかここ汚くなっちゃうよね、どうしても。 あ、4個になったから1個もらってって、せんありなのそれ本当に。うん、いいね。ちょっと俺これ全部使い果たしちゃいました。負けないんじゃない？まあ頂上俺いけないもんね。だって持ち玉がないから。じゃあ大竹さんやってみたい、ちょっと本当に頂上になるのか。ああ、実際ね、うん、これもじゃあ負けとしてね、三村さん。まあないからね。負けないんだね。こんなにあんのに俺。じゃあ雑に置いていくよ。うん、なるほどね。本当はこのラスト1個取り合いなんだ。取り合いなんね。何これ。1個いいですか、うん、大竹さんにずっと置かれて、うん、はい2個ねってもらわれたところあるじゃないですか、うん、ああいうとこどんどん蓋していかないと。蓋しないからね、三浦さん。あ、4個になったから1個もらってって。ありなのそれ本当に。うん、いいんだね。
もうじゃあそっから本当は戦いが始まったのね。ずっと最近言ってるから始まってるよね。こう頭使うじゃねえよ。でこうダメなんだって俺だからねえ。俺ほぼルール聞いてないじゃん。いや俺もそうですよ今。だからなんとなくでやったんだけど、うん、もう一回やってみるじゃん。で今の練習でね。練習じゃなくてね。一個一応こういうルールもあって、盤上に四角形ができたら、うん、持ち玉なら盤上のものでも上に置けます。うわあ、ここからね、はい、投げないやつをこう詰めるってことね、はい、なるほどなるほどなるほど、はいはい、じゃあ先攻後攻、はい、最初はグッジャンゲン、ほいあいこでしょ、あいこでほい、よし、じゃあ、先攻でしょうね、うん、なんとなく分かんないけど学んだのかな。学んだね、だいぶ。資格を作らせないっていうことだけをこう念頭に置いて、うん、私頑張っていきたいと思います。もうだからこれもう1面目ではもうこれ使いました。資格ができた、盤上に資格ができたら持ち玉、でもな、でもやっぱいいわ。そしりたいんだよね、まず。じゃあ俺1個できた抜くみたいなの。あれね。やられたくないのよね。例のあれね。うん。なんか、将棋みたいな。これいくよ、じゃあ。ドンっていう。盤上にあるやつをこう乗せてみたけど。ああ、いい、よかったと思う、俺も今。お、盤上乗せてたね。うん、今んとこなんとなく互角なんじゃねえかな。互角だね。うん、見えないんだよな。見えないな。ね、バツ丸でゲームってあるんじゃん。あれのうっかりがないようにそうだね、うっかりでこれ負けんだな多分。うっかりで負ける、うっかりで負けそうなの、うん、少しさっきと違いますよね、全然ね。ちょっとね、1個置いて2個取って試合やってんなって感じがするね。試合感出ない、これ互角の戦いですよ今。上のそこに置くのね、うん、うまくなったね。いや多少は考えてますね、急にうまくなったね。多少はそりゃあんまりこうみこしを作んないように、あの上に乗っかかられないようにはしてる。今日も上に乗っかってくるからよ。確かにね、もうでも乗っかられちゃうの、絶対もうどこ置いても乗っかれる状態にはしといたよね俺。確かに、うん、なんか一緒だな、うん、本当は1試合目からこうならなきゃいけなかったもんね。そうだね。
なあのすげえ余ったやつなんか怖い、ね、みたいな。なんか怖い、言って言ってが全然違う。合ってんのか分かんないけどね、ちゃんとやれてんのかどうか。4個の上に乗せるんだよね、はい、互角だな今もうこの先は分かんない、どうなるのか。ここにしか置けないもんな。あれ？それできないんだ。上にしか。上に乗せる。これ同じ高さにならないな。でも五と三なんだね、でも。そうだね。多少盤上のやつを乗っけたからそれ分か。あれ上行けんのかな。やべ、なんかここしか置けない、なんかやばい感じがするな残り2つしかないんだけど、なんかすげえやばい感じがするんだけど。ちょっと待って。ここ乗っけたくなっちゃった。いいんだよ、そこ乗っけても。ここ乗っかんないんだ。あそこは乗っかんないんだ。こうかな。どっちにしろな。どっちにしろな。置かれちゃうんだよな。いいか。置くとこねえな。あるよ。2箇所ね。うん。あれ？そこじゃねえかな。で俺置くしかないんだよね、これ。そうだね。あれもう負けたんかな、これまた。負けたんじゃない。もうこの時点で負けなんだもんね。そうだね。うん、だからもうなんてか藤井聡太に負けた人みたいな。そうだね。ね。うん。全然面白くねえよ。なんじゃこれ。サッカーのがいいわ、そう、ホッケーのが。クラスク、クラスクの方が楽しかったな。将棋ぐらい真剣だし、だから将棋みたいなダメだっつったじゃん。ねえ、こんなの調校したかったんだろう。調校分かるねえ、これだから藤井君だったら勝ってんでしょうね。勝ってんでしょうね、もう計算できちゃうんだろうね。ねえ、俺もう勝てる気しないもん。ジェミラさん、うん、負けです。負けですね。ね。じゃあ俺何、スイッスイッス。あ、全力の。いいですか、いいっすよ。冬なのにね。三村さんも当時から全力でやってましたもんね。全力やってましたよ。スイッ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 。冬なのにサマーズ
なんだこれ、なんだこの空気、これです、これ、こうなるのよ、こうなる、別に何でもないからね、そうだよ、うん、ね、ちょっと一回だけさ、うん、やんないやつっていうお決まりの逆だけちょっとお付き合いしてもらっていい？じゃあ俺寂しいんだよこれ一人今すごい空気で終わったから負けたからねそれはだからスイ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 ちょっとあのお決まりのやつだけやってもらっていいですかもうマジかよ営業で受けたか受けてないか分かんなかったやつ、うんね、受けたことないやつね、うん、スイ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 冬なのに、サマーズやれよこれがよくあの、知った人の中でやると、まあまあウケるんです。ね。ね。ええ、うん。うん。素晴らしいです。ね。うん、一応。あ、あるんですね。大竹さんにあります。お、新しいのとかあるんじゃない？じゃあ、この辺もらおうかな。ディレクター、もう見えないよ。ね。山本。はい。大竹さんは、はい、お世話になっておりますサマーズチャンネルを担当させていただき約1年が経ちました、うん、その中で改めて感じた大竹さんの良いところを挙げさせていただきます、とにかくかっこいいあらお現場が明るく楽しい、うん、いつでも全力、うん、ゲストでいらっしゃる芸人さんとの絡みを見て改めてサマーズさんとお仕事をさせていただいているのはすごいことなんだなと感じておりますこれからもよろしくお願いいたします山本なるほどありがとう、うん、素晴らしいよねそうですね見てくれてるね元気をいただいてるってことなんですか ね我々もそうやりやすくさせてもらってるよ、うん、ね、うん、これからもよろしくゲストで来てる人が意外とベテランの人だなっていう人に対しても、うん竹山とか言ってるから、うん、この人竹山さんより上だったの年がとか年がベテランだなっつってありがとうじゃあまたね、はい、次回や出た〇〇っぽい名曲ダウト出ましたね多くを求めたりなっちゃうねなっちゃうねってねよだれで言っちゃったこんなくだりあったの人は来の夢をだそこの部分なのね根こそぎ根こそぎわはーん「サマーズチャンネル」